今日はこのゲームの中で3つのターンオーバーがありましたが、これはいいパスが通ったと思った後にボールが弾かれまして、ファンブルで、ファンブルリカバーターンオーバーということになりました。ですからこの、まあ、たらればを、ね、言ってはいけないという話がありましたが、これがそのまま通っていたら、はい、ちょっとゲーム展開変わってたかもしれないという感じではありましたよね。そうですね、先制でしたからね。はい、でそのファンブルリカバーから得たチャンス、野島タッチダウンにつなげました。このシリーズは伊藤がいい働きをしていました。はい、そしてこれが野島2つ目のタッチダウン、今度は右のコーナー、ね、これはルーキー、はいね、小林選手というのがまたこれも非常にいい、はい、うん、結果でしたね。はい、このタッチダウンによりまして14対0と前半野島相模原ライズがリードしました。そして第3クォーターに入って今のはフリーフリッカーです。はい、まあ、戻した球が浮かなければあるいはっていう形の惜しいプレーでしたね。はい、いずれにしても佐久間選手が非常によくブロックしました。うん、目が光のフィールドゴールで3点を返しました。結局得点としては14対3ということで、まあ、この後得点が入らずにゲームは終わったわけですが、まあ、春のシーズン秋に向けて、まあ、トーナメントとはいえ新戦力を試す、新しいシステムを試す、新戦力がそのチームの、プレーにフィットするかどうかを試すといったことが、いろいろ行われて見どころの多いゲームではありました。はい、野島相模原ライズが朝日ビールシルバースターを下してセミファイナル進出、ファールボールトーナメント、解説は西尾さんでお届けしてまいりました。